こんばんは。皆さんこんばんは。本日は誠に お日柄もよく皆さんこんばんは。今日も可愛いね。ありがとうございます。今日はですね、とっても気合を入れてメイク、ヘアメイクしました。わかりますか？あ、キドッチさんあれ、キドッチさん、あ、ちょっと待って、テロップ先に書こうか。じゃあよし、テロップか。全部なくなっちゃった、今打ったの。私多分迷惑で検証、あ、もう本当に難しい、テロップ書くの。ちょっと待って、もう前、まあなんて書いてたか忘れちゃったじゃんねえ、ねえ、もうもう嫌だ、なんなの。ねえ、なんでこのテロップさ、毎回さ途中まで書いてなくなっちゃうの。本当にさ、テロップ書くだけで私もう5分ぐらいかかっちゃう。ちょっと待ってね、打てないのよ、なんか消えちゃうの途中まで。また消えた、もう嫌だ、もう嫌だ嫌だ嫌だ、テロップ書きたくないもんもう嫌だ。だって今テロップ書くだけでさ10回ぐらい消えたんだけど、もう嫌になっちゃう。もういいや、諦めたもう嫌だ、もうちょっと待って、皆さん待ってくださいよ。もう集中して書くからさ、もうそんな、なんでいちいち消えちゃうの？それ消えないでよ、一生懸命書いたんだからさ。しかも毎回なんて書いたか忘れちゃう。よし、これでどうだ。え、何これ、え、私がこの、え、なんかそんなん書いてないっちゃけど、いや、じゃあいいんじゃ、いいんじゃ、え、何これ、何、何なの本当に。は、これ私書いてない、あー、もうやだ、もう目ちっちゃくてさ。あ、よし、これでいい。もう本当に嫌だ、本当嫌い本当嫌いなんだけども、テロップ。ちょっと待ってね、テロップが書けないんですよね。あ、なんかできた、あ、できた、もう一回じゃこれですいません、お騒がせしました。おさわ、かわいにしてる
お騒がせしました、皆さん。尾上瑞希です。お待たせしました。本当にすいません、一人でプリプリパリパリして、パリパリはしてないか。皆さんこんばんは。ちょっと腰痛い、腰痛い。皆さんこんばんは、尾上瑞希です。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。800万ポイント逆転するとこ見に来ました。皆さん見に来てくださってありがとうございます。ダメだよ、見に来てくれた人はあのあれよ、あちょっとなんか面白そうやなと思って見に来てくれて、このあのルームに入った人は漏れなく皆さん全員応援をよろしくお願いします。星投げハート何でもいいですので、もう初見の方も見るだけはダメダメダメですよ、漏れなく応援もしないとダメなんですこのルールは。今日だけそういう設定になっておりますので、皆さんだって800万ポイント逆転なんて、まあ普通に考えると無理なんです、普通に考えると無理なんですけど、みんな見に来てくださってるんで、見に来てくださったみんながご協力していただけますと絶対いけます。なんで最後まで元気いっぱい頑張るぞ。おーてことで、今日のメイクの出来はどうですか。私今日朝からもうヒヤヒヤしてね、ドキドキしてて、ドキドキ汗汗してて、早起きしたんですね、まあ、みんなにしたら遅起きなんですけど、まあ、私にとっては早起きしたのね。2位まででよければ400万ポイントぐらい大丈夫よ。もうね、まあ、1位と言ってますけど2位までが上がれるんで、1位を目指して2位に行きたい1位を目指して2位でも大丈夫なんですよ正直ね。そうでも1位は目指していこう最後まで。でも2位までに入れたらもうほんとこれ以上の幸せはないです本当に。でね、ちょっと今日ね早起きしてメイク頑張りました。あれ昨日より可愛くないって思ったやろみんな、絶対思ってない、思ってそれはそれは思ってください。でもなんか正直こうやって配信カメラ越しで見る自分は正直昨日と変わってません、あんま変わってない。なんか昨日この髪型で配信したんだけど、濃いのこの髪と思って、今日はこっちとこっちに編み込みを入れて昨日とちょっと違う感じにしました。分かってたみんな、今日昨日と違うって、編み込みがあるって分かんない、分かってんのみんな、ちゃんと水木のこの一工夫を気づいてくれ。頑張ろう、ありがとうございます。22時までなんか、そうです22時まで、21時59分までです。頑張ろう、メイクなしの方がいいんだよ、最悪よそれは。キラキラも100お届けありがとうございます。深夜さんありがとう、うちの後ろ次に可愛いよ。オッケーオッケーいいよそれで、おだいりさんには勝てない。編み込みって、そう編み込みに今日はしました。結構苦戦しましたね、苦戦してました。深夜さんありがとう、ラブレター。今日はもう残り2時間で全ての決着がつくということで、ぬえさんも福留さんにおぎりやりますか、今回ですか今回最終日に大喜利はやらないですよえでも大喜利ね、は普通に配信でやってみたいなと思いますけど、ちょっと今日はなんかそんな余裕ないよ、もうドキドキですよ、ドキドキですかね。あー、キドッチさんありがとう。じゃーん、これキドッチさんに見せる詐欺をしてて一生見せてなかったんで、見せさせてください。じゃーん、
キドッチさん、タワーありがとうございました。あ、これラストスパートも、まあ、ラストスパートですね最後まで応援よろしくお願いしますということで、こいつ邪魔や、まだ今マイクつけてないから。じゃーん、キドッチさんです。で、これは何だと思う？ね、キドッチさん、これは何だと思う？当ててみてください。じゃあスクショタイム用意、どんぐり撮れてる？ちゃんとこっちからリングライト当ててるから、すごい私の顔面がキラキラし明るくなってる。ありがとう、キドッチさん。2、あ、こっちか、失礼しました。はい、どう？え、これわかんないの？これなんだかわかんないんですか？ないの？分かってよ。これ。え？キラキラしてるみたいに、え、本当ですか？今日はもうでもキラキラしてますよ、気持ちは。まあアイドルオーディションですからね。キラキラしてないと。ピアスもちゃんとつけてます。メイクもバッチリ。いいって何？フレンチウール？え、これなんか分かった？何がキラキラして、そう、今日多分リングライトでキラキラしてます。そう、輝きたいっていう気持ちありますよ。あ、みそさん、ありがとう、ありがとう、みそさん、嬉しいよ。何？かわいい、ありがとう、みそさん、かわいい、いただきました。かわいい、かわいい。え、わかんないの、キドッチさん。これはキドッチさん、俺の嫁嫁いただきました、俺の嫁いただきました、尾上です。イエーイ。何のピア？これ多分200円くらい。いや、これわかんない、最近なんか、いや、わかんないです、このピアスはどこのか。でもなんかピアス入れみたいなアクセサリー入れに入ってたから、多分200円ぐらいの。買った覚えないですもん、これ。買った覚えないけど、そのピアス箱に入ってたんだよね。だから多分200円ぐらいじゃない？シーンで買ったのかな。シーンでね、まとめて買ってるから、適当にその中に入ってたんだろうね、きっと。これはキドッチさんの愛犬です。え、そうやん、違うん。たんないた、えなことちゃうか。え、そうだよ。ほらほら、昨日で5歳になりましたって。ほら、5歳になったよって顔してるでしょ。え、似てない？似てるでしょ。パグちゃんです、キドッチさんのヘイゾーです。ヘイゾー、ヘイゾーなのかもしれないけど、私はヘイゾーって呼んでる。なんか外国人みたいでかっこいいよね、ヘイゾー。ヘイゾーです、これ。可愛いでしょ。なんか自分で書いて、あれ結構似てないと思って。じゃあ見せててください、ヘイゾーにも。あれ、垂れ耳ですか？垂れ耳なの？垂れ耳なの？で、なんかパグの、私結構犬飼うならパグがいいなって。フレンチブルドッグかパグかブルドッグか、なんそういう系がいいんですよ、ハナペチャので。 TikTok でよく見てるんだけど、めっちゃ可愛いのがいるの、 TikTok 界にめちゃくちゃ可愛い。あれ、パグなんかな、ブルドッグなんかよくわかんないんだけど、マジで癒し、大好き。いや、私犬絶対飼うならね、絶対鼻ペチャ犬にする。超可愛くない？大好きなんですけど、ちっちゃい鼻ペチャ。
か触ってみたい。私一回も触ったことないんですよね、ブルドッグとかそういう。でもパグとブルドッグもあんまり区別は分かんないけどね。そう、可愛くない、あのなんかブサカワみたいなのが好きなの。可愛い。なんかあとちょっとさ、なんかさちょっと脂肪多めじゃない、パグとかブルドッグって。なんかちょっと脂肪多めな感じ、なんかあの太っちょ感が好きだな。パグがいいな。そうなんだ、ブルドッグ。あ、確かにワンワンって言ってるイメージあるかも。フレンチブルドッグ。ウサギがいますって。ウサギがいるの、リオンちゃん、マジで。かわいいやん、ウサギ。ウサギってお散歩とか行くのかな。好き好き、プニプニボディ。あ、そうなんだ、へー。ちょうどなでなでしてたって。いいのいいの、私も触りたい。動物と触れ合いたいですね、私も久しぶりに。私はね、あの幼なじみのお友達のお家の犬しか触ったことない、最近。ん？今日のパカウサ、本当？確かにこれはピンクやけど、ウサギっぽいですか、ウサちゃん。あー、なるほどね、家の部屋の中で運動できる系なんだ、めっちゃいいなそれ。山行かない、押せてあげるよって、会いたい。でなんか ほっぺじゃない、お腹ふに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 ってしたい。あ、そうなんだ、危険なんだ。からかさん、いない、ありがとう。はじめまして、はちみつさん、こんにちは。長崎県出身の尾上みずきです。本日 TIFF でデビュー2024決勝最終日です。こう見えて1位狙ってます。7位ですけど、今絶対1位を取って、もうこのオーディションを本日卒業したいと思います。皆さん寂しい？寂しくないでしょ。もう長い長いけん、もうみんなもさ、もう疲れちゃうよね、こんな長いオーディションしてるとね。でしょ、私もそう思うんですよ。私ももう本日までの燃料しか蓄えておりませんので。今日でこのオーディションを卒業する気持ちでおります。おみちゃんも会いたい、とちろうさんに。ネザーランドアーフは、そんな感じで、何ネザーランドアーフって、なんだったらラストチャンスまで応援しますよ。配信は、配信はします、もちろん。今日終わったとしても配信はしますよ、全然。今からとかこれからも最後まで頑張る、ありがとう、エビサマさん。スマートなんだ、へえ、偉いな。ヘイゾー体重管理してるんだ、ウサギの種類、ネザーなど。ウサギの種類、私一種類も知らんわ、そう言われると。リオンちゃんのウサギさんはなんていう種類なんやろうね。ネザーランドアーフ、唇もねすごい荒れてたんだけど治ってきました。ホーランドロップ、かっこいい。なんかウサギの種類ってそんなかっこいい名前なんだ。自分はショールームですけど、ショールーム卒業しないですよ、今のところ卒業しませんよ。お疲れ様です。減量急遽お達成しました。9キロ痩せたくて痩せたの。腰投げ完了です、ありがとう。ナスちゃん、初見さんなのにありがとうございます。ん、キカが頑張らま聞けないから安心しました。そんな聞きたいの、私の頑張らん。あ、ヨーロッパがいいんですね。朝こんばんは。それは大変、無関係って。それ嬉しいの、嬉しい、それ体重減った、やったやったってなってる、それならいいけど。あ、ありがとう。誰なんだい、あれ今の何だった。
ありがとうございます。エビ様さん星もありがとう。星様もありがとうございます。今日は可愛い、イエーイ。ダイス様ありがとうございます。もう残り2時間経つと配信オーディション決勝も終わっちゃいますね。歯磨きちょっと、お歌、お歌聞きたい。何の歌がいいですか。じゃあまあとりあえず歌っときますでまあね、あのどんどんあの後になってくるとお歌の時間も取れなくなっちゃうんで、まあまあ今のうちとってね、ちょっと線が一本取りも、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、ちょっと遠いな、遠い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 、よいしょ、おいしょ、これおいしょ、どっこいしょ。帰ってきました。この上です。ちょ、これ邪魔くない、今更やけど。天の尺バッタがいいんすか。これはね、皆さんマイクの設定はね、これとこれをブサッて差し込むんです。それでこれをここの先っちょを携帯の iPhone にブサッと差し込むんですね。そしたら完成。マイクが多分ついてると思います。私はまだイヤホンをしてないから聞こえないですけど、多分マイク設定完了してるいや、このさ T シャツお誕生日でプレゼントでいただいたんですけど、めちゃくちゃ映え、いつからミュートになってたの。私ミュートしてないんですけど。え、誰がミュートにしたの。怖っ、怖っ、呪われてる。お水木の配信なんでミュートになったの。え、ずっとミュートなってたの。え、どこでミュート押したらミュートになるの。え、押してないんやけど私。はぁ、怒ってるよ、おみちゃんは怒ってるよ。携帯は落ちるし、ミュートにはなるし、暑いし、はあ、暑い暑い暑いですもん。じゃあもうちょっと暑くなってきたんで一回クーリングオフします。
フィーリングオフって何？触っちゃったのかな。最悪じゃん。もうマジで私よりポンコツな人いないですよ本当に。マジで壊れそう。部屋を片付けて、マジでやばいですよ。部屋散らかりすぎ。配信の前は異常に散らかっちゃう。だって目の前にも化粧品、化粧品、まあ机の上は全部今化粧品で溢れてますね。まあ、化粧品しかないけどね、逆に言うと。充電は大丈夫です。はあ、もう本当に。ちょっと配信終わったらお片付けしないとやばいです。じゃあ皆さん、だって私さ、この間長崎行ったじゃないですか。なんか長崎帰る前に一回お部屋をきれいにして出ていくんですよ。で帰ってきたばっかりじゃん。だからきれいだったんですけど、元気じゃなくなってきちゃった。ありがとう桜餅さん、翔さんもありがとうございます。ありがとう、しゅんさん、桜餅さん、ありがとうございます。パレードりょうだんさん、ありがとう、ありがとうございます。りょうだんさん、たくさんのラブレター、ラブレター、ありがとうございます。じゃあ皆さんの期待に応えて、あ、ずっと聞こえてた、ずっとこれマイクついてた。あ、そうなんだ、ずっとマイク知らんかった。じゃあ歌っちゃうよ、歌っちゃうよ、歌っちゃうよ、歌っちゃうよ。いいの？マジでさ、この歌ばっか歌っててさ、みんなさ、そろそろ飽きてきたんじゃない？いや、まさし呼び？あんまり聞かんけど。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。リングライトがね、マジでね、ほんとに。ちょっとこのリングライトがね、ほんとに。良くないんですよ。ちょっと待って、マジでリングライト落っこちそうやな。マジでごめん。ああ！ごめん、うるさいうるさい、ごめんなさい。マジで落ちそう。マジで落ちんで、マジで落ちんでほしいっちゃけど、今日だけは今日だけは頑張れ。ああもう無理。ああ無理。ああ！ごめんなさい。ごめんなさい、皆さん、大きな声。あ、もうダメだ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。本当に。ごめんなさい。ちょっと待って。一回切りたい配信。もう落っこちそう。リングライト。はぁ？もう！あー、もう嫌になっちゃう。ほんと。ちょっと待って。いけたかな。すいません、ミュートしました。ちょっとね、ガチャ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 うるさいと思ったっけ、ミュートしてました。あー、いけたかな。なんかリングライトがもうずっと調子悪くて、もう落っこちちゃうんですよね、ポチャンって。うん、どうしよう、マジいけるかな。いけそう、もういけそう、いける、いけ、頑張れよ、あとちょっとなんだから。リングライト、さとしさん、こんばんは。尾上みずきです。
ぽちゃんは可愛い、可愛くないし迷惑やし。アリさんこんばんは、ハートありがとう。すいません、本当にすいません、すいません。もうリングライトがね本当に調子悪くて落っこちてくるっていう。よし、大丈夫そうです。それでは皆さん、お歌の時間が始まりました。皆さん、お歌の時間が始まりました。皆さん、今日は全力で頑張らんばよ頑張るぞ。頑張らんば、何年かんねん、頑張らんば、頑張らんば、あいちゃこいちゃ、頑張らんば、頑張らんば、どいでこいで、頑張らんば、頑張らんば、わいちゃおいちゃ、頑張らんばね。なに、なんましょうと、なんでないとと、苦しかと、つらかと、悲しかと、よかよか、よあるまで、泣いて泣いて、元気読んで、どちゃこちゃ、道元がすで、すで、負けられんけんね、力とととと、わいはかろうてで、ほうてで、一見、道元ね、起き上がりよね、まっとけん、出てこまさ、デンデラリューは出てくるわ、デンデラレンケンデーテコンケンコンコラレンケンコラレラレンコーン。ランバンなんでんかんでん、ガンバランバ、ガンバランバ、あいちゃこいちゃ、ガンバランバ、ガンバランバ、どいでんこいでん、ガンバランバ、ガンバランバ、わいちゃおいちゃ、ガンバランバ。キラチさん、ありがとうございます。エビ様さんもありがとう。大好きさんも、まとめさんも、ありがとうございますやば、盛り上がりますね。エビ様さん、アリさんありがとう、エルメンツさんもありがとう、ブリントさんもありがとうございます、リアルマドリッドさんもありがとうございます。わやまた涙でぶくれんごとせんばたい、胸見しちゃけて穴のほげたとね、よっかよかそげのそげのわらばたい、明日もあるたい、わらおてわい、なんましよっと、そげきつかとね、すいたかほうたい、のんでおめでさらこうで、どんげんね、なにごととね、まとばてあんまやったらちゃんぽくてる、でんでらでんば出てくるわって、でんでられんけんでーて、こんけんこん、かなれんけん、かなれだれんけん、こーんこん、がんばらんばんなんでんかんでん、がんばらんば、がんばらんば、あいちゃこいちゃ、がんばらんば、がんばらんば、こいでんこいでん、がんばらんば、がんばらんば、おいちゃおいちゃ、がんばらんばね。よっこー、ありがとう、ありさん、せなさんもありがとうございます、おみそさんもありがとう。みんな、今日はがんばらんば、がんばらんば、でんでらりゅうは出てくるばんね、でんでられんけんでーてこんけんこん、かなれんけん、かなれられんけんこー、がんばらんば、なんでんかんでん、がんばらんば、がんばらんば、いちゃくちゃ、がんばらんば、いがんばらんば、といでんこいでん、がんばらんば、がんばらんば、おいちゃおいちゃ、がんばらんばね、がんばらんば、なんでんかんでん、がんばらんば、がんばらんば、あいちゃこいちゃ、がんばらんば、がんばらんば、といでんこいでん、がんばらんば、がんばらんば、おいちゃおいちゃ、がんばらんばね。頑張らんばが一番盛り上がった、本当に、うん、ありがとうございます。セイラさん、ありがとう。お水木城、皆さん、お水木城が立ちました。やばい、これはもう1位ですね今日1位決定です。幹事さんもありがとう。頑張った、頑張らんばってことねありがとう、幹事さんも。
皆さんありがとうございます。超盛り上がったんだけど、ほんと超楽しい。やっぱね、あのオーディション最終日っていうものはあのドキドキして、もう不安と緊張でドキ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 、縄文ドキすぎて、まあまず楽しむっていうよりかは、まあ、緊張とかの方が多くなりがちなんですけど、私今日はめちゃくちゃ楽しいです、みんなのおかげで。結構今日はなんかいい意味でも、準決勝の時よりかはいい意味でリラックスして楽しめてますね楽しいです、楽しいですね。やっぱ頑張らんばっていい曲やな。いつか私カバーしたいですよかったよかった、皆さんのおかげです。私のよくわからない呪文みたいな歌でいっぱい応援してくれて応援してくれてありがとうございます。マジで嬉しい、ありがとうございます。どうでしたか、気合の入った頑張らんばだったんじゃないでしょうかあ、嬉しいな。お城が立ってるだけでも気分がよきよきすぎて、ファーストテイクいいね、ファーストテイクやりたい。本当ガンバランバファンが増えてくれて嬉しいです。どうせみんな意味分かっとらんやろ、意味分からんでも聞きたいって言ってくれる方がいるのが不思議やなって思うけど、めっちゃ嬉しい不思議やけどめっちゃ嬉しい。ちょっとなんか癖なりますよね、あのラップ。そろそろみんなも言えるようになってきたんじゃない？え、まだ言えんそろそろなんか空耳みたいな、なんていう耳空耳みたいなさ、なんかいけるんじゃない、みんなもそろそろ歌えるんじゃないわい、ナンバーショットねぐらい言えるやろ。一回みんなで合唱してみたいないつかそんな機会ないですか、お水木とガンバランバを合唱する機会。あ、ありがとう。あ、耳コピか、耳コピ、みんなも言えるようになってきたんじゃない、マジで。あ、もうゆいちさんは歌えると、あ、でもゆいちさんは歌えないかも、ゆいちさん、ゆいちちゃんは歌えないかも。だってもう2014年にあれよ、国体でやってたやつだから、ゆいちちゃんはその時何歳なんだろう、ギリ踊れるかな、知ってるかな、世代じゃない説はあるかも。ああ、そう思うとおばさんやな私。みんなで頑張らんばやりたい。こんばんは皆さん、ソイミルクさんこんばんは、最後まで頑張ろう。グランチェさんもありがとうございます。こんばんはジェリーさん、いや盛り上がったな頑張らんば。じゃあ次の曲に行きましょうか。何がいいですか、何の曲がいいですか。次は盛り上がる曲が良くない、今までの歌ってきた曲でもまだ歌ってない曲でも、なんかないかな、ガンバランバ体操第2とかないから別にそんなラジオ体操と一緒にせんでくれ。いや法定速度ね、私ね多分ねそんなね歌えないんだよ途中曖昧なんだよな。バラードなの、バラードめっちゃ盛り上がるんだけどな、法定速度途中無制限、え、マジか、無限頑張らんばかい。 47?47 もいいね。え、じゃあまず一旦47行ってちょっとみんなで盛り上がってみる。えへへえへへえへへ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 、よっしゃ盛り上がりそう、これはビリビリビリあれ
真っ青な空を見上げて誰かのこと思ってますか。今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。糸井さんもありがとう。いや楽しいですね。カラオケ楽しいの。エイトちゃんパワーでした。ほんとやったやった。どんどん詰まってますよ。6位との差がさっき50万ポイント差ぐらいだったんだけど、今10万ポイントも詰めました。来ました。どんどん詰まってます。この調子で残り 何分ですかね。あと1時間ぐらいかな。気合い入れて巻き返すぞ。巻き返しますよ。皆さん頑張ったんぱ、頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞ。言いたいことがあるんだよ。
ハウェンにしてる。あの夏の防波堤、好きやけど歌ったこと一回もないよ。幽霊のルートもいいな。高い山を登るルート、え、何がいい？最近ちょっと歌った曲ばっかり歌ってるね。勇気 100% よかったな。なんかいつか歌ったんだけど、勇気 100% なんかのタイミングで、何のタイミングやったっけあれ。めちゃくちゃいい歌詞でさ、ちょっともう心に染みましたもん。歌うよ、歌うほどリップが薄くなっていく、こんな現象に名前をつけるとしたら、まあ、何でしょうか。ずっとずっと、あ、ずっとずっとわかるけど歌えるかな、歌えるかな。ヒット曲なら1、ヒット曲1、何で競うんよそれ。ガンジさんありがとう。まだ時間ある感じ、まだあるよねきっと。もう全然1時間ぐらいありそう。なんか気合の入る歌にしようかね。何にしようか。勇気 100% にする。勇気 100% めちゃくちゃいい曲あった、久しぶり聞いたら。夕方、夕飯、夕飯食べました。もう昼ぐらいに食べました。それは夕飯ではないか。あ、じゃあ食べてないわ。制服の羽もいいな。あ、すごい、あの夏の防波堤めっちゃ人気やね。うん、1時間以上あるって。じゃあ勇気 100% 歌おう。イエーイ。あれ聞こえない、聞こえてる。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい、太陽みたいに笑う君はどこだい。ウォーウォー、やりたいことやったもん勝ち、青春なら辛い時はいつだってそばにいるから。夢はでかくなけりゃつまらないだろう、胸を叩いて冒険しよう。かくやさんもありがとうございます。このキラキラめっちゃいい、本当にありがとうございます。ぶつかったり傷ついたりすればいいさ、ハートが燃えているなら後悔しない。ウォーウォー、じっとしてちゃ始まらないこのドキメキ、君と追いかけてゆける。りょうさん、しやさん、こくゆさん、ありがとう。ありさん、ありがとうございます。派手に祭りゴー。ありがとう、こくゆさん、嬉しい。猫ちゃん、猫ちゃんですかこれ。たとえ寂しすぎる夜が来たって、新しい朝必ず
あの今かぶってるの私の画面でお城とかぶってるんだけど、多分猫タワーだこれ、後ろに見えてる。ありがとうございます。来たよ来たよ。おっ、マジスカ学園2 マジ、みんな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 見て、あのランキング見てください。私今6位なんですよ。嘘つき嘘つき。7位なんですけど、6位との差がさっき50万ポイントだったのに、もう28万ポイントになってる。半分になってる。これは、これは受験です。これは受験です。待って、これは受験すぎる。この1時間でもう6位との差をキュッと詰めました。よし、いけそう、いけそう、いけそうじゃない。行こうぜ行こうぜ、1位行こう。じゃあもう一、やば、待って、どんどんなんか詰めてってるよ。こんばんは、ひろひろさんも。これは事故なんだ。これは事故です、完全に事件です。耳が壊れそう。もう壊れた壊れちゃった。失礼しました。どでかい声で。マジか、マジか、嬉しいんだけど。どんどん詰めてってるんだけど。嬉しい。ありがとうございます、初見さん。フォローもありがとうございます。本日、イベント最終日です。決勝最後です。耳壊れちゃった。ごめんなさい。失礼しました。反省しております。ちょっと簡単に おさらいしますよ。簡単に簡単に簡潔におさらいしますと、本日決勝です。決勝は上位2名までが合宿に行けます。で、3位から5位の中から数名審査員賞をいただけます。なので確実に本日上がれるとしたら2位までになってます。1位と2位1位の方はすごいと、あの離れてるんだけど、2位の方ももう食らいついて最後は1位を取って今日決めたいと思ってます。皆さん最後まで応援よろしくお願いします。で、あの本当に順調に今6位との差を詰めてます。もうちょっとで6位いけるんじゃないかってぐらいですね。よっしゃ、行きたい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 よ、一緒に行きたい。お皿洗いに、行ってらっしゃい、すぐ帰ってきてくださいよ。みーちゃんこんばんは。じゃあ何の歌にしますか、次は。次は何の曲にしますか。盛り上がる曲がいいでしょ。みんなが知ってる盛り上がる曲でしょ。何がいいの、なんかいいとさ。星とコメント、星も本当嬉しいです。コメントもやっぱり盛り上がりますからね。コメントない、ん、コメントがあると、あ、ワルキーいいですね。ワルキーにする。ヘナチョコサポート、あー最高。じゃあワルキーからのヘナチョコにする。ヘナチョコ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 、めめしくてやば、歌いたいんだけど。めめしくて、めめしくて、
やばい、歌いたい、めちゃくちゃ歌っていい。今日のワークなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、おーハートをつってみた。つってる場合か。構いため息ひとつちらりと見ておねだり。壊れました。マーチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、やばい、リングライト壊れてしまった。何も釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、よろしてくれて。あー、リングライト頑張ってよ、みずき。マジでピンチすぎる。は？ちょっと待って。あ、待って、ガチガチピンチすぎる。待って待って。歌止めれないんだよ。髪をかき上げながらタネス。お、ちょっと来ました来ました。髪を、あ、行けた。みずき。歌い切りましたね。はい、完璧でしたね。もう歌詞も一言も間違えずに歌い切りました。わー、ありがとうございます。すいません、リングライトがこ、うわー、え、嬉しい、セイナさんありがとう。やったぜ、みずき、みずきがありがとうございます。なに、パンダタワー、あーリングライトと格闘しながら歌い切った回がありました。ありがとう、セイナさん。もう今めちゃくちゃ汗かいてるんだけど、びっくりした。なんかね、調子悪い。何がこんなに調子が悪いんだろう。どこのネジが緩んでんのか分かんないんだよね。分かんないんですよ。なんでもうちょっと、あと1時間、もう今更ネジを回してる
タイミングがないので、もう頑張れお水木のリングライトって皆さんぜひ応援してくださると嬉しいです脱いでいいよ、これ脱いだらもうアウトなのよ、これ脱いだらもうアウトなんで脱げないですけど、ちょっとじゃあもう時間もないんでどんどん歌いますか。変なチョコ、変なチョコ、変なチョコ、変なチョコ。これね、歌う選ぶときに結構ボタンを押すから多分ずれてる。皆さん最後までサポートよろしくお願いします。もしもか皆さんありがとうございました。これは
私はこの歌を最後のこの決めポーズをやりたくて歌ってるって言っても過言ではありません。へへ、決まりました、ありがとうございます。疲れました、歌って踊ると。パチ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 、疲れました、息が上がるね、この曲は。審査、審査員さん、いらっしゃ、ずっといたんですか、私。いつからいらっしゃったんだろう。もうめちゃくちゃバチバチにさ、もう盛り上がって歌っちゃってた。こんにちは、尾上瑞希です。本日最終日7位、今7位ですけど、もう絶対1位をみんなで力を合わせて取ります。ぜひ尾上瑞希に注目してください、よろしくお願いします。盛り上がってたな、ほんと疲れました、私も。いや、よかった、さっきのミルキーの時、リングライトが壊れてる瞬間にじゃなくてよかったです。あー疲れちゃった。嬉しいですね。で、なんか ありがとうございます、国王さん、ありがとう。何、パフェタワーかな、ありがとうございます、ありがとう国王さん。あ、君の名は希望、いいな、乃木坂さんも歌ってみる、たまには。え、盛り上がる乃木坂曲って何やろ。で、もうちょっとですよ、6位まで。皆さん、応援よろしくお願いします。頑張るぞ。何やろ、乃木坂、ガールズルールとか、ガールズルール、ふーって、まだまだ頑張らんばですよ、皆さん。駅弁の曲は1個何がいいですか、逆に。インフルエンサーね、インフルエンサーもいいね。インフルエンサーでもそんななんかガンガンに盛り上がる。あ、やばい、嬉しくて歌いたい。歌っていい？一回さ、みんなさ、一回ちょっとアイドル知らん人もおるかもしれんけん、一回ちょっとこれで盛り上がってみていいですか？多分この歌めっちゃ好きっちゃう、私。盛り上がる。めめしくてめめしくてめめしくて辛いよ。あ、この歌ね、小学生の時に流行ってめっちゃ歌ってました、大好き。僕のことをからかったの、あんなに好きと言ったのに、奴のどこを気に入ったの、僕はもういらない。一度手をつなぎ踊りたい、たくさんの人混みの中で、君の笑顔だけが輝いて、 Hey! アイソリトイ、盛り上がるね、この曲。好きです、この歌めっちゃ好きだった。だって2番も歌えちゃうもん。今日は踊ろう、もう忘れよ、今日昨日の古い悩みなど、君は誰を、次は誰と、心を組み交わす。本当は抱き合って眠りたい、カラカラに乾いた心を、めっちゃ楽しい。
プルーツめっちゃ楽しくない？盛り上がりましたねえへへへって楽しい。えっちゃこの歌もう疲れました。大野上さんは歌ってばっかりじゃ皆さんの水木のもう歌いたい曲は歌ったんで、じゃあ皆さんのリクエストをお聞きしたいと思いますすいません、もう盛り上がっちゃった。昔いっぱい踊って、ね、私も小学生の時にもうめちゃくちゃ好きで歌ってました。眠たくてん眠たくてん眠たくてんっていうやつも好きだった。確かに楽しさになるよりですね。はい、じゃあもうちょっとアイドルっぽい曲歌いますね。何がいいですか？お水木、お水飲まんとちょっとねもう大変です、大変ですよ。何がいいですか？アイドルっぽい曲ね。ああ前しか向かねえ、前しか向かないですか？思春期のアドレナリン。みんなリクエストないの？あーじゃあそうだよな、確かにみんなが聞きたいであろう。あーすいませんすいませんこの曲にします。みんなが盛り上げてください。ぜひ、はっ来たよ来たよ。何回すんねん、何回でもいいやろうでも久しぶりじゃない？タタ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 、ディ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 、ヘッドライトを切り裂くように枕な星を折り抜けてくる回り知らぬ道を行く、どこまで連れて行くの、ハンドル握っている、あなたは何も教えてくれない、愛とは無限に信じ合うことさ、目の前にその答え、スターライトするじゃないと手を切る、共有すること、僕
に集中しすぎて気づかなかった。ありがとうございます。タワー立った？タワー立ったよね、今立ったよね、立ってるよね、タワーね、立たなかった？気のせいですか？イエーイ、あ、上さんいらっしゃいますって。もうね、あのドキマギしちゃって失礼しました。本当歌詞も間違えまくって頑張ってます。最終日最終日頑張ってます。残り何分かなと思う、1時間切ったんでちょっと気合い入れてみんなで。りょうだんさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。よっしゃ、じゃあ気合い入れて最後1時間皆さん、思春期のアドレナリンいいね、めっちゃ盛り上がるよ。皆さんも歌歌ってる間たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。星の巣、星の巣、蜂の巣、蜂の巣もいいんですけれども、蜂の巣は難しいよ。塊になってヘイってやる、みんなでラストスパートか、何がいいんやろうな、歌何がいっちゃろう。頑張って、ありがとう、りょうだんさん素敵な、ありがとうです、ありがとう、ありがとう。ハチかバッタ、バッタ好きやね、みんな。ファーストラビット、うわ、ファーストラビット大阪ラバー、ファーストラビットいいかも。今のこのオーディションにはぴったりじゃない。でも超久しぶりに聞くから歌えるかどうかは分かんない。歌えるかな？はあ、エモいですね。終了です。2番は忘れちゃった。国屋さんありがとう、 I love you、 I love you、 ありがとうございます。すごいね、ハビにしてる、失礼しました。めっちゃね歯についちゃうんです、リップが。いいじゃんいいじゃん、ファーストラビットリクエストした方に座布団100枚あげます。生きること熱狂、あー、あれ歌えるかな、歌えなさそうな気がするけんやめとこう。好きやけどな、久しぶりすぎてもう忘れちゃった。お、やばい、救急車の、誰救急車のと、私か、何がいいかな。でもちょっとアイドル曲ばっかりでさ、みんな、あみんな知らんよって言える人もおるかもしれんけん、もうみんなが知ってそうな曲を歌いましょう。ごめんなさい、救急車がね、あの来ててうるさいかな。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君に自転車全力でペダル
っくりしちゃった。ありがとうございます。どんどん溢れ出す汗も拭わずに素顔のまま、ともれみを飛んでる夏へ続く近道さ、そんな上手にありがとうされる。え、なんでこれ、誰が、誰よりも大切だから、振られても後悔しない、誰よりも大切だから、この気持ち伝えたかった。好きならば好きだと言おう、ごまかさず素直になろう、ありがとうございます。あ、そうなの、びっくりしちゃった。あ、もうちょっとで6位、みんな絶対5位以内には入らないと、もう本当に大変大変大変なことになっちゃいますので、1位目指して5位以内に入れるように皆さん応援よろしくお願いします。審査員さん見てくださってるって、尾上瑞希です。特技はリフティングです。フラッシュ暗算もできます。頭の回転は速い、自信があります。運動神経もバッチリです。好きな食べ物はドーナツです。おい、あ、おい、またおい、よろしくお願いします。頑張りますのでぜひ注目してください。虹がね、いっぱいかかってた、ありがとうございます。嬉しい、めちゃくちゃね、あの綺麗だった画面がポニッシュ、ありがとうございます。楽しいね。あ、やばい、またのんきに、私すぐマイペースになっちゃってさ、すぐなんかタラタラとおしゃべりしちゃうんで、もう歌い続けた方がいいぐらいね。え、めっちゃ嬉しい、もう嬉しい、ありがとう。サレンさん、和人さんもありがとうございます。ありがとう。カチューシャがいいの、47がいい。あと何分ですか。え、盛り上がる曲にしよっか。じゃあもうね、あっ、頑張れよみんな、一目指して。
だ。君が大好きだよ、僕は全員曲で走ろう。大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない覚えたイヤホンの髪の配分間違えちゃった。好きが足りん、好きが足りんよ。パチ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 、ありがとうございます。もう息が上がりました。残り何分、何分ですか。パチ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 、おおお、あ、あららららららら、ら6位に出ちゃった。まあ6位ですよ皆さん。これは5位まで、まだまだこんなにもポイントの差がありますけど、残り15分、皆さんで協力して巻き返しましょう。5位までに入れたら、あ、じゃまた4位と5位差ちょっとあるな。よし、皆さん全力で、もう今日が最後だと思って頑張りますよ、頑張りますよ。頑張りましょう。盛り上がってきましたね。はい、疲れました。ルート歌いたいの、もうね、おみずき疲れまくっちゃってさ、水分補給をしないと。はい、これ水分補給、見て見てみんな、これおみずきなんですけど、レッツ水分補給って書いてます。水分補給しますね、ちゃんと。フライングゲット、もうフライングゲットなんて歌った日にはもうヘロヘロになっちゃう。キュン、なんだキュンって。皆さん応援ありがとうございます、たくさん。え、まさかさ、こんなたくさん応援してくださると思わんかった。ありがとうございます皆さん。これですか、どこにも売ってないです、これは自分で作りました。自分で作ったってか、前に作ってもらったんだよね確か。
ラブトリップ歌えるよ、歌えるけどさ、どんなやったっけ。ガズルル好きやね。調子がいいですリングライトも。皆さん残り15分です。歌った方が応援しやすいですか応援しやすいですか、聞くのは変ですけど、応援どっちがいいですか、喋った方がいい、それとも歌ってた方がなんか盛り上がりますか。サイマジョン、サイマジョン僕らしくって言うんですか。負けないで、いいね、負けないで、負けないで、もう少し最後まで、負けないでにする、いい歌じゃん。愛は勝つってどんな歌ですか。応援、あ、1位だ、ありがとうございます。あ、歌った方がいいんだ、じゃあ負けないで歌ってみる。まあちょっと負けないで歌、どんな歌か分かんないけど、まあ、誰でも知ってますもんね、負けないでなんてね。多分私も歌が泣かれてきたら歌える気がするあ、歌えない、知らない、知らなかった。あ、まあでも歌ってみるか一応サビがちょっと分かんない。なんかさ、分かんなかった A メロが分かんない。 A メロさ分かんないけど、まあ大丈夫かもみんな頑張りますよ、最後まで負けないで。ふとした瞬間、ふとした瞬間に視線がぶつかる幸せのときめき覚えているでしょう。パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝いてるあなたでいてね、負けないで、もう少し最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追いかけて遥かな夢を。めっちゃいい歌じゃん歌えてるこれ知ってる。何が起きたってへっちゃらな顔をして、いや、わかんないここごめんなさい。まあ、でもサビまでちょっと歌ってみますね。お届けてみせるの、今宵は私と一緒に踊りましょう、今もそんなあなたが好きよ、忘れないで、負けないで、10分ぐらいかな。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。残り10分です、負けないで負けないで、もう少し最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追いないで、ほらそこにゴールは近づいてる、どんなに離れてても心はそばにいるわ、感じてね、見つめる瞳で。嬉しい、タワーありがとうございます、ありがとうございます。ピソさんありがとう、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 もうね
なんか自分で歌っていい曲すぎて泣きそうなんですけどありがたわです。やばいですね。もう私は1ヶ月頑張りました、このオーディション。もう頑張ったって胸を張って言えるぐらい頑張りましたもう染みてきます、負けないでが。負けないでお水木って今自分が自分に言ってるような気分でしたね。はじめまして、マフィーさん、こんにちは。コメントありがとうございます。平行の架け橋、あれ長くない、歌ありがとう。ライさんも、皆さんもうちょっとで終わっちゃうんですけど、ドキドキしてきちゃった、もう負けないでいい曲だった。だん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 に行くか、じゃあフフ私はドラゴンボール大ファンで、あの好きなキャラクターはごはんくんですごはんくんの大ファンです。映画も見に行きました。ピッコロさんも好きです。だんだん心惹かれてく、その眩しい笑顔に果てない闇から飛び出そう。 Oh my heart、 よし頑張るぞ。君と出会った時、子供の頃大切に思って僕と踊ってくれないか、光と影のワンディング、今でもあいつに夢中なの。少しだけ振り向きたくなるような時もあるけど、愛と勇気と誇りを持って曲です。でも時間がないので一番までです。はあ、もうどんどん時間が迫ってきて、もうドキドキしてる。意気込みでも言いますね。もう意気込みでも言います。意気込みの時間にします。あー嬉しいありがとう、ありがとうございます。サレンさん、愛しさん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。サレンさんも糸井さんもありがとうございます。残り10分切りましたということで、皆さん残り10分切りました嬉しいことを言ってますけど、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に、じゃあちょっとあの歌はラスト1曲ぐらいにして、ちょっと意気込みを最後に皆さんにお伝えしようかと思います。はあ疲れちゃった若いのに。そう、ドラゴンボールが好きだからね、好きですよこの曲も。皆さん、いさらい皆さん1ヶ月間応援ありがとうございました。ついに決勝最終日、あと残り10分になってきました。準決勝ではもうちょっとで敗れちゃって、本当は準決勝で1位で上がって合宿に進みたかったんですけど、準決勝では敗れちゃって、でまあその時に皆さんがいっぱい応援してくださって、で応援してくださったからこそ決勝がちょっと、みんなもうちょっと準決勝で頑張りすぎちゃったっていう方もちらほらいらっしゃって、そうっていう話も聞いてたから、ちょっと決勝はもう不安要素いっぱいで、あもうちょっと決勝いけないかなと思ってたところだったんですけど、皆さんたくさん、もうどん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 私のサポーター
お水木 FC のサポーター、応援してくださる方が増えてきて、応援してくださる方どん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 増えて、もうまさかの今6位、はみに来てる6位です。皆さん本当にすごいんですよ。皆さん気づいて、すいません、はみにしてるすごいんです。ありがとう、かわいちゃんからフォローしちゃおう。あ、今最終日なんです、ぜひ応援してくださいありがとうございます。あのすごいんですよ、6位なんて。だって一番最初いた時、一番最初オーディション審査が始まった時は全部で200人ぐらい、わかんないけどすごいたくさんいたんですね。でその中から予選突破して、準決勝突破して、ここにいるんです。お水木は皆さんのおかげで、しかも6位しかも素敵な順位を、ありがとうございます。ここまで皆さんがついてきてくださったのは本当に本当に感謝しかないです。でもう準決勝で応援しすぎちゃって、決勝はあまり応援できなかったよっていう DM くださった方も何人かいらっしゃったんですけど、もうここに来れてるのは本当に準決勝がのがあってたのなので、準決勝から予選から応援してくださってる皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で本当に申し訳ないんですけどもう一頑張り、1位を目指しているので今6位なんですけど、もうちょっとで1位、もうちょっとかもうちょっとで1位で5位以内にも入れるので、皆さんここまで応援して、あ、本当によく頑張ったね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そんなん褒められると嬉しくて泣いちゃう。歯並びめっちゃ、あ、そう、歯並びはですね、あのこれ天然です歯並び天然です。これ結構あれ、あのなんとかポイントです、チャームポイントで、はい、そうなんですけど残り5分なんで歌いましょうか。皆さん本当にありがとうございました、ここまで応援してくださって。残りもうちょっとで終わるので、最後まで応援してくださると嬉しいです。もう1ヶ月間本当厚かましく毎日毎日応援してって言っちゃってすいませんっていう気持ちもあるんですけど、感謝の気持ちいっぱいで本当今とっても幸せです。じゃあ残り5分みんなでもうやりきりましょう。じゃあ何の曲がいいんだ、みんな何の曲が聴きたいんだ盛り上がる曲がいいやろ。もうドキドキしちゃいますね、ほんと。頑張れ、ありがとう、エンジンかけましょう、ブン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 だよ。じゃあもう47か、盛り上がりますか。47だ、絶対47でも1位に行こう、行っちゃうぜ。やばい、スギちゃんみたいなこと言っちゃった、いい、行っちゃうんだから、もう私1位に。言いたいことありますよね言いたいこと言い切って応援やりきってくださると嬉しいです。はい、せーの、ふふふー、あー、頑張りましょう、最後てりってー、あー、ありがとううわー、ありがとう、てりってー、まっさおな大事な人、君だ、ありがとうございます。ラーラー
あ、残り1分そんな時間だったの。いやー、5位以内に入りたい、5位以内に入りたい、応援よろしくお願いする。うわ、すごい、なにこれ。あ、残り1分です。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。虹ありがとうございます。すごい、え、な、誰なの、見えなかった。ありがとうございます。頑張れおみずき、トップ5入りだー。ハメにしてる。うわ、すごいよ、すごいことになってるよ。画面残り1分どこで終わるのか分かんない。ありがとうございます。皆さん頑張れおみずき、トップ5入り、いけいけおみずき。あー、ありがとうふみてぃさん、え、嬉しい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部ございました。皆さん、お疲れ様でした。よく頑張りました。結果は分かりません。全然分かんないです。もう結果は入れたかな、入れなかったかな。どうだろう、全然分かんないけど、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すごい、だってもう私の今の画面見えてます。みんな同じ画面が見えてるんですよね、もちろん。じゃあこの画面の華やかさ、みんな見えてる？すごいですよ。もうありがとうございます。誰か今これスクショしてください。ぜひスクショタイム、突然のスクショして、ぜひ DM とかで送ってください。あー嬉しい、ありがとうございます。すごいよ、たくさんこんな応援していただいて。もうちょっと一個ずつ追いたいんですけど、もう時間あるかな。頑張ってください。終わりました、終わりました。もう今終わりましたよ。あー、いっぱい応援してくださってありがとうございました。感動、私も感動しちゃったよ。ありがとうございます。皆さん応援ありがとうございました。本当に結果はどうだったんですかね、全然わかんなかったけど。いやー、でもさ、やっぱ上位の方もどん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 上目指しますからね、伸びたのかな。顔かわいい、ぶりピエンだよ、5、6位だったら。どうですかね。でもなんかもう準決勝もたくさん応援してもらって、こんだけ決勝でも応援してもらって、もうなんか準決勝の時はもう結構ギリギリで敗れちゃって、配信終わってちょっと悔しくて涙を流してたんですけど、もう準決勝のあのたくさんの応援でからのこの決勝のこれだけの応援いただいたら、なんかもうちょっともうすがすがしい、すがすがしいような、なんかもうやってきたぜっていう気持ちでいっぱいです。もう結果がどうでも泣きません、お水木は。頑張りました、頑張りましたよ。私配信もとってもで、本当本当にそうです、いい雰囲気だと、本当にいい雰囲気で皆さんがたくさん応援してくださって、もう私ももう楽しかったし、最終枠こんな楽しくできたことなかったです。みんながたくさん応援してくださってありがとうございました、ありがとうございます。120分、どんくらいやっけ、100分、ちょっと遅れて始めてもね、いい結果になりますように。
イケ科になるきっと。もうもうダメならダメだダメならもう私も頑張ったしみんなも頑張ったもん。もうこれでダメだったらもうそこまでです。もうそう思えるようになりました。もうね、もうなんか準決勝であれだけ応援してもらって、決勝でこんだけ応援してもらっても、私は何にも言うことない。本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。サッカー女子最高、全力でした。全力で頑張ったんですけど届かなかったらごめんなさいです。敗者復活はね、もう今っていうよりかもう多分次も多分伸びれば伸びるほど、だってもう無理だと無理ってか難しい、もう本当に難しいことは私も分かってるんで、もうここがダメだったら多分もうダメなんだろうなっていうのはさすがに私も理解はしてます何でも大丈夫、もう結果がどうであれ本当にいい思い出で、私も頑張ったしみんなも頑張ったし楽しかったし、フォロワーさんも増えたし私のことしてくださる方も増えたし、もう満点満点のオーディションでした。本当は悔しいですけどいや本当はちょっとそりゃそうですよ。届かなかったら届かなかったくて全く悔しくないなんてことはもう絶対ないですから。でも本当になんかもう感謝の気持ちでいっぱい、サレンさんありがとう、本当にたくさん本当にありがとうございます。もうニブリントさんもありがとうございます。はい、セイナさんもオピソさんも、あーカズヒトさん、フミティさん、ホンベイさん、アーリンさん、イトシさん、あゆみさまさんありがとうございます。キドッチさんもありがとうございます。え、誰12位はバレードリョダンさん、ありがとうございます。リボンさんもありがとう、頑張ったぜ、頑張りました。もうあとは皆さんにゆっくりちょっとずつ皆さんに感謝の気持ちをこれから伝えていくだけです。お水木の使命はなんで、これからもイベントが終わったからといって配信が終わるわけじゃないんで、配信しないわけでもないんで、ちょっとみんなにも本当に感謝の気持ちをどうやったら伝わるんだろう、毎回思うけど、東京で会えることを祈ってます。そう、私もねこのオーディションでうまくいってみんなと直接会えたりイベントでお会いしたりする機会が欲しかったっていうのも一つなんで、まあなんかちょっとねそういうのを夢はあったんで、破れたってなるとまあちょっと悔しいですけども、それはもう考えずにいきましょう考えずに。残り3分です。じゃあランキング読みますよ。あ、やめたいです。ランキング読みます。第13位バレードリョダンさん、ありがとうございます。リョダンさんありがとう。第12位キドッチさん、ありがとう。キドッチさんも。第11位エビ様さん、ありがとうございます。第10位イトイさん、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと早足で呼んでますけど、またあの後日あのあれしますね。え？そうなの？第9位アリンさん、ありがとうアリンさん。9位ありがとうございます。え、びっくり。第8位フミティさん、ありがとうございます。第7位本兵さん、ありがとうございます。あれ、第7回オーディション審査員、え、あれ、あ、そういうことか、びっくりした、びっくりしたよ、どういうことだと思って、ありがとうございます。第7位フミティさん、ありがとう。第6位本兵さん、ありがとうございます。第5位オピソさん、ありがとうございます。第4位カズヒトさん、ありがとうございます。ありがとう、和人さんもありがとうございます。第3位セイナさん、ありがとうございます。
第2位ブリントさんありがとうございます。第1位サレンさんありがとうございます。ありがとうございました。皆さんちょっとさ、またゆっくりこのランキングはちょっとスクショ、誰かスクショしてお願いします。わあ、おめずきもスクショしたら危ないことになりそうだから誰かお願いします。スクショお願いします。絶対お願いします。ちょっとスクショお願いします。はい、ありがとうございます。誰かしてくれたはず誰かスクショしたでしょう。きっとしてなかったらもう怒る。ありがとう、ありがとう、ミスリス。じゃあ DM とかで送ってください。スクショは97位ありがとう。スクショありがとうございます。では皆さん一旦切りますか。疲れちゃった。みずきも頑張った。皆さんもありがとうございます。本当にもありがとうございました。もうなんて言ってもなんて言っていいか分かんないぐらい本当に感謝の気持ちでいっぱいです。楽しく終われたので良かったです。また結果はどうなるか分かんないですけど、なるようになる。きっと頑張ったもん。みんないい結果になりますように。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこちらこそありがとう、ありがとうございます。じゃあちょっともう時間なのでありがとうございました楽しかった、ありがとうございます。また次の配信でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございます。